河村市長、やっぱね失言がすごい出てくると思うんですよ、はい。河村市長、住民票は平日に奥さんがコンビニ未交付巡りっていう、うん、これ意外だったんですけど、はい、あの名古屋って、はい、マイナンバーで住民票取れないんですね、うん、びっくりしましたね、びっくりしましたね、あんな大都市で。そう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 、マイナンバーカードを使った証明書交付サービスをめぐり、名古屋市がコンビニ交付を実施していないことについて、河村たかし市長は16日の定例記者会見で、取ろうと思えば奥さんぐらいが区役所行けば取れますと発信した。男は仕事、女は家庭という完全にやばい、性別役割、分業意識に基づく発言と捉え、られかねず、河村氏は会見の途中で誤解を生むとして発言を取り消したと、うん、いうことなんですけど、はい。記者がコンビニ交付ができれば会社を休まなくても欲しい書類を取れる人がいるのではと質問したときに答えた。続けてシングルマザーで仕事が休めないような人にどう説明するのかと聞かれると、国が悪いと述べたということですね、はい。いや、というかそのなんか奥さんを河村市長想定してますけど、うん、はい、独身者いっぱいいるんですよ、うん、そうです、世の中には独身者もいるし、うん、今結婚してる人って共働きが多いよ、はい、そうなんですよ、はい、だから感覚がやっぱ昭和なんですよね。てか昭和でもちょっとずれてんじゃないかな、ちょっとこのこういうデジタル時代にトップがこういうのはちょっと困りますよね、うん、そうっすね、相当遅れを感じますよね、うん、はい、あのだってコンビニとかだったらあれ何時でも取れるじゃないですか。そうです、基本的には、はい、とかそれなんか仕事帰りとかでもいいわけですし、なんか昼休みにちょっとコンビニ行って、はい、あの食べ物買うついでに住民票も取っちゃおうみたいなこともできるわけですからね、はい、役所に行くって相当嫌ですもんね。めんどくさいですよね。もう本当に嫌ですよ、うん、なんかまあ最近だとね、横浜とかだとすごいいい、うん、庁舎ができちゃったりして、あれ見るのも嫌だなっていう。どんだけの金をつぎ込んだんだっていう。そういうことですよ、ね。俺たちの税金をと、うん、はい、でこの日の記者会見でも、マイナンバーカードなど失敗するに決まっている、人間に番号をつけるなど危ないことだと主張したと、うん、いうことなんですけど、はい、でもそれ言われてしまうと何の番号も触れなくなっちゃいますよね。そう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 、年金とか、はい、健康保険証とか、そうそう、あれも全部番号、パスポートとか番号元に管理してますからね、うん、はい、そういうのがあるので、やっぱマイナンバーに関してはかなり、はい、なんていうか強硬派、強硬な反対派、うん、いやちょっとこの人ね、やっぱ話が分かんない人なんじゃないかなって時々思いますよね、うん、あの議論がちょっとできないんじゃないかな、だから頭ちょっと硬いんじゃないかな、だから自分でこうだって思った、ったらそうそうそう、それをやっぱその信念を貫き通すっていうところで、はいはい、ちょっと議論しにくいんじゃないかな、そうだからいい点は減税が大事っていうのは、うん、もう頑固にうん、やってくれてるんでいいんですけど、うん、別のことは、うん、そうなるとめんどくさいなっていう、だからそれ多分名古屋城の件もそうなんじゃないですかね、はいはいはい、名古屋城をどう、はい、なんか扱うかみたいなところも、うん、はいはい、なんかそのこだわりがあるからこそなのかなと思いますけどね、うん、はい、まあ、鉄筋でエレベーターがあるのを、うん、はい、エレベーターなくしていくっていうふうに言ってるんだっけ、確かなんか木造で再建するみたいな、はい、そうだから、うん、いやもう今あってるからなっていうな感じですよね、うん、そうだから城って考えると、うん、エレベーターないのが自然ではありますけど、はい、まあ、かといって、うん、現代社会ですからね、まあ、まあその要は、うん、そうですよね、うん、あのもう今残ってる城があるから、うん、残ってる城に対抗したいんでしょうね、うん、あの木造建築で、うん、あのまあ、立派な城だったんでね、はい、で名古屋城をちゃんと作れば、うん、日本一の城になる可能性あるんですよね、はい、あの大阪城はもう鉄筋ですからね、うん、だからそういえば名古屋城を木造できちっと作るっていう夢が一応あるのかなとは思いますけど、うん、そうですね、はい、やっぱこだわり持ってる人はやっぱその辺のこだわりが強いとは思うんですけど、うん、正直僕からすると、うん、名古屋城は名古屋城じゃんって思っちゃうんですよね、はい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 、まあ、大体そのやっぱ外から見て、そうそうそう、そのまあ景観、はい、周りの景観だったりとかと、うん、合わせて見たりとかって考えると、まあ、正直なんか鉄筋でも木造でも変わらんかなっていう、そう、もう一回作っちゃってるから、うん、あれが木造になりましたって言って、うん、じゃあ見に行き直そうとか、うん、なるかどうかなっていう、まあ僕はもう本当昔から思ってるのは安土城を作ってほしいなっていう、全然名古屋と関係ないんですけど復元して、いや本当に信長のね作った城っていうかね、うん、あの最高傑作を見たいなっていうのは、うん、非常に思ってはいますけど、うん、それ以外は
ちょっとな、そうそう、大阪城もエレベーターだし、うん、名古屋城もエレベーターだし、うん、だからまあそういう城は城であっていいと思うんですよ。なんか、まあ足が悪い人がね、うん、上がりやすい城があってもいいかなというふうに思ってるので、うんうん、ただ本当高知城とか松山城とか、うん、昔からあるやつは本当足の悪い人は上がれないっていうかもうほんときついしね。あと階段がきついですよね。あれ上がってきたところを刺すために急激にしてるから、ね、うん、一気に何人もだって本来戦うタイプですからね。そう、一気に何人も上がれないようにわざわざ作ってるわけですよ、うん、そこを一人ちょっと太った方がね降りてくるっつったら、はい、もうずっと待たなきゃいけないわけですよもう今外国人とか来てて、うん、すごい太った外国人がいます、ね、降りてきだしたらさ、うん、もう全然進まないわけですよ、うん、あ順番だなとか思って、だからこれはこれででも昔なんでこういう風にしたかって言ったら、うん、やっぱ殿様がね、うん、殺されないようにするためになってるわけでっていう感じで、だからそういう観点で言うと、うん、まあ、エレベーターはいらないんじゃないかってことになりますよね。そう、だから本来の趣旨からすると、うん、それやっぱ戦うためだから、そう、なんでこの階段が急なのかっていうと、うん、まあ、今その言ったような話があるんですよっていうなんか体験学習だと思うんですよ。だからそういう城はもう残ってる城であるわけだから、うん、名古屋城はもうすでにもう一回それで作っちゃってるわけだから、うん、そこにもう一回やったところでインパクトがあるかどうかっていうか、そうですね、これ名古屋城が今全然なくて復元するってとこだったらいいけど、うん、今あるものをいじるっていうのはね、ちょっとまあでもやっぱ名古屋の人からすると、うん、やっぱその城が誇りなので、あ、なるほど、まあ、これは多分やっぱ議論が部外者からするとどっちでもええやんみたいなところあると思うんですけど、まあ、やっぱその誇りだからこそ譲れないっていう、城好きは、うん、あ、もちろん作り直してほしいっていうのはあると思うんですけど、うん、あ、僕もなんか作り直してまあ、もうそこに税金かけるんだったら他の城を復活させた方がいいなって、もうすでに作っちゃってるからなって、やっぱ観光資源も多少分散していた方が、うん、やっぱその観光客が一箇所にこう集まってしまうと、そう、それはそれで問題になるし、うん、まあ、分散した方が、うん、まあ、そっちの別の場所 の、うん、まあ、その地域発展にもつながるでしょうからね、うん、そう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 、まあ、でも名古屋はね、うん、やっぱ非常にこう盛り上がってる都市ですからね、うん、まあ、減税なんかも効果あるでしょうし、はいはい、なんかどんどん駅前とか中心に再開発が進んでますからね、うん、はい、なんかどんどんやっぱ、まあ、大阪もそうですけど、はい、いやというか、まあ、東京もそうなんですけど、はい、やっぱ主要都市ってどんどん綺麗になってきますよね、うん、あ、そうですね、うん、東京の八重洲口とか、はい、とんでもなんか近代化してるなっていうの、はい、どんどん今してますよ、うん、だからまあ、地方がやっぱりもう人がいなくなっていってどんどん廃れていくんで、やっぱこう主要都市はなんとか魅力を保つしかできないんでしょうけどね、うん、ただ本当でも観光では本当食えるのが日本にこれだけ観光資源があるわけですから、うん、それをどうやって残してね、うん、やっていくかっていうところは非常にまあ議論になるところではあるんでしょうね。うん、まあ、なんとかね、こう全国各地いろんなところが盛り上がってくるといいんじゃないかなと。はい。はい。